アイテム番号 SCP-1202JP。オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコル現在 SCP-1202JP は収容されていません。そのため、特別収容プロトコルは SCP-1202JP の発生過程の研究に重点が置かれます。東京都内の人物で SCP-1202JP-1 の条件を満たす人物の自宅付近には監視カメラが設置されます。発生警戒期間中、東京都内の監視カメラは優先的に分析され、分析の結果 SCP-1202JP-1 の条件に合致し、仮装して外出する人物が確認された場合は、機動部隊は、6、パーティ、ジャックの隊員がこれを追跡します。SCP-1202JP 発生後、機動部隊は周辺への聞き込みを行います。年間4人という SCP-1202JP-1 発生数、必要な費用、人員、過去 SCP-1202JP-1 保護の成功例がないことなどを鑑み、SCP-1202JP-1 の保護は行われません。説明 SCP-1202JP は毎年10月31日に東京都内に在住する男女各2人から構成される合計4人の集団が行方不明になる現象です。行方不明になった男女は SCP-1202JP-1 に指定されます。SCP-1202JP は当初異常性のない単なる行方不明事件だと考えられていましたが、警察内部に潜入していた財団職員の調査の結果、10月31日前後に行方不明事件が年連続で発生していること、被害者に特定の共通点が見られることが判明し、財団による本格的な調査が開始されました。SCP-1202JP-1 群は男女各2名ずつ合計4名で構成されます。現在確認されている最高齢の SCP-1202JP-1 は27歳で、最低は15歳です。SCP-1202JP の発生の直前、SCP-1202JP-1 は仮装して外出します。ただし、これらの仮装は一般的なハロウィンの仮装と同等で、単にハロウィンの仮装をしている一般人と見分けることは不可能です。SCP-1202JP-1 は外出後不明な手段で別地点に転移させられると考えられています。この特性のために、財団は現在まで SCP-1202JP-1 の保護及び SCP-1202JP の発生原理の特定に成功していません。SCP-1202JP-1 の捜索は現在も続いていますが、失踪した SCP-1202JP-1 の発見例は現在のところ報告されていません。以下は2007年の SCP-1202JP における SCP-1202JP-1 の調査記録です。名前、性別、年齢、職業沼月春菜、女、20、大学生と。調査記録1以下は対象の過去2年の SNS の投稿の中から、SCP-1202JP に関連すると思われる。仮装及びハロウィンについて言及されているものを抜粋したものです。2005年10月30日18時21明日は恒例の仮装パーティー、楽しみすぎてやばい笑い、仮装の用意しないと。2005年11月1日15時42分昨日のパーティーは最高だった。また来年も同じメンバーで開きたいな。2005年12月30日12時55台掃除してたら今年の仮装パーティーの衣装出てきた笑い、懐かし笑い。2006年10月30日22時や、もうこんな時間。明日の仮装パーティー楽しみだなぁ。早く寝ないと。2006年11月1日17時45こんな時間まで寝ちゃった急。仮装パーティー楽しい。やっぱり毎年新しい衣装だからワクワクするよね。2007年10月30日23時明日の準備は万端。グッズも用意したし今日はもう寝る。おやすみ。調査記録対象と親しかった人物への聴取結果。回答者鏡、氏。対象とは高校時代からの恋人関係であった。対象は失踪直前も全く変わった様子を見せなかった。対象は毎年高校時代の同級生とハロウィンパーティーを開催していた。対象は魔女の仮装を好み、毎年同じ仮装をしていた。ほい2016年の SCP-1202JP において行方不明となった SCP-1202JP-1 の自宅から回収されたビデオカメラに、以下の映像記録が残されていました。以下はその映像記録のタイムラインです。
撮影日時2015年10月31日。19、32ビデオの撮影が開始される。ビデオには2016年の SCP-1202JP-1 軍、便宜上、彼らの集団を2016軍と呼ぶ。が仮想パーティを開いている様子が映っている。25室内に仮装した4人の男女が入ってくる。彼らは2015年の SCP-1202JP-1 軍であることが確認された。便宜上、彼らのグループを2015軍と呼ぶ。2016軍は彼らを心よく受け入れているように見える。2015軍は一般的なスーツケースを持っている。24220-15軍がスーツケース内部から大量のスナック菓子とパーティグッズを取り出す。取り出された物品の相対積は明らかにスーツケースの容量を超えている。2016軍はこれを不審がる素振りは見せない。これ以降、2015軍はスーツケースの内部から異常性を持たない物品を取り出すようになる。21190-15軍がスーツケース内から、鳴らすたびにポテトチップスが飛び出すクラッカーを取り出す。以降、2015軍はスーツケースから低い異常性を持つ物品を取り出すようになる。パーティは正常な範囲での盛り上がりを見せる。2236パーティが異様な盛り上がりを見せ始める。すべての参加者はパーティに熱狂し出す。224520-15軍が高い異常性を持った物品や、ホームレスの男性などを取り出すようになる。2016軍はそれらの物品を用いてカルト的な儀式や自傷行為など、一般的な倫理観に反する行動に走る。この過程で傷ついた者は2015軍の取り出す物品により完全に治癒される。233220-16軍が突然倒れる。2015軍が、2016軍の皮膚をナイフで剥ぐ。この時皮膚は、なるべく傷つけられないように剥がされる。235320-15軍の口が異常に拡張され、皮膚を完全に失った2016軍の身体を飲み込む。235620-15軍は、残された2016軍の皮膚を着用する。2015軍の見た目は、完全に2016軍のものと同一になる。2015軍は時計に注目し始める。24-24時になった瞬間、2015軍は一斉に日本語ではない何らかの言語で構成された文章を叫ぶ。32充電切れにより映像終了。ホイに映像記録の24において2015軍が発生した文章を詳しく分析した結果、ガリア語が用いられていることが判明しました。以下はその翻訳です。新年がやってきた。今年も仮想パーティを楽しもう。